MTB のフォークフロントフォークは自転車の車体を構成する部品の一つで全輪軸を支持しながら転打させる機構を持つ。単にフォークとも呼ばれるが、日本工業企画では前、フォークと表記する。フロントフォーク正面図毒、ゲイブルスチャルファット毒、ゲイジルコフ毒、ゲイブルバイン毒、オースポランドフロントフォーク側面図フロントフォークはステアリングコラムと呼ばれる軸部で、 回転可能にフレームに指示され、ステアリングコラムの下場に前輪軸の両端を固定するブレードを、またはレックと呼ばれる部材が接続された構造である。フロントフォークを構造で区分すると、リジットフォークとサスペンションフォークの2種類に分類できる。マウンテンバイクなど、オフロード走行を想定した車体では、衝撃吸収のためのサスペンション機能を持つものが多い。商品としては、 サスペンションフォークが各社から発売されていたり、リジットバイクではフレームにフォーク込みで販売されていることが多い。前輪を支える左右一体のパイプのそれぞれをブレードもしくはレックと呼ぶ。サスペンションフォークでは普通この部分にサスペンションが組み込まれる。多くのブレードは先端へ向けて細くなり、下端の前輪軸を受ける部分をエンドと呼ぶ。 一般的な基本型として、路面の衝撃を和らげる目的で、ブレードの形状は前方にわずかに湾曲した形になっている。しかしながら一部には、直線的にそのまま湾曲せずに、ブレードが伸びた形のものもあり、これを特に区別して、ストレートフォークと呼ぶ。また数は、極めて少ないが、キャノンデールなどで、ブレードが片側に一本しかない。 型持ち式と呼ばれる特殊なフォークもある。様々なクラウン2本のブレードを上部で繋ぐ部品をクラウンと呼ぶ。クラウンはラグとして鋳造されたものもあるが、ブレード管を曲げて溶接して省くこともある。鋳造されたクラウンラグは2種類に分類される。平行にクラウンとブレードを繋ぐものは、怒り型、クラウンからなだらかな傾斜を描き、少し下方でクラウンをつなぐものは、 なで型などと呼ばれる。またブレードの上部を曲げ、一体をそのまま一本の短いパイプに溶接して、クラウンを作ってしまうものもある。これをユニクラウンと呼ぶ。クラウンから垂直に伸びている一本のパイプは、ステアリングコラムもしくは単に、コラムと呼ばれる。ステアリングコラムは、フレームのヘッドチューブ内部を通過し、ヘッドパーツの軸受けの内輪に固定される。通常は、 隠れていて露出しない部分である。固定形式により、ステアリングコラムが短めで外側上部に、ネジが切ってあるものと、長めでネジがないないものがある。自転車が発明された当初から用いられている方式で、サスペンションを組み込んだフォークに対比して、固定したという意味で、リジットフォークと呼ばれる。マウンテンバイクのように、サスペンションの機能が必要とされる一部の車種以外では、 リジットフォークが用いられる。素材には炭素鋼や黒りアルミ、チタン、CFRP などが用いられる。サスペンションを組み込んだフォークに比べると安価で軽量である。安価なことから警戒車、舗装路の走行前提とし衝撃吸収力より促進力が求められることからロードバイクなど舗装路用の車種に多く見られる。瞬発力を求められる。 BMX よび微妙なバランス感覚を求められるトライアルバイクでもリジットフォークが採用されるロードバイクに使われるリジットフォークのうちブレード部の空気抵抗の低減を図った形状のものを特にエアロフォークと呼ぶブレードの断面を扁平にすることで全面投影面積を小さくしながら十分な強度の断面積を確保していてより空気抵抗の低減を図った 類的形状のものもある。サスペンションフォークの一例しばしば、サスフォーク、サスと略される。名前の通りサスペンションが組み込まれたフォーク。主に、マウンテンバイクに装備され、オフロードでの走行を想定するものが多い。衝撃吸収性能から、クロスバイクなどで、快適さを目指す車種にもよく見られる。ロードバイク用のサスペンションフォークもかつては存在し、プロ競技でも、パリルーベ、 などの路面が劣悪なレースで1990年代初期には投入されることもあったが、現在ではほとんど見られない。サスペンションは簡単に言えばクッションで路面からの衝撃吸収と路面追従性の向上という二つの働きがある。これは不正地での走行、主に急激な荒れた下り坂での制御を容易にしている。一方で欠点としては、 リジットフォークに比べ重いこと、特に近年のサスペンションは複雑な機能がついているので定期的なメンテナンスを要することが挙げられる。現在、自転車のサスペンションフォークには以下のような構造がある。サスペンションの可動部が移動する量をトラベル量、またはストローク量と呼び、トラベル量が大きいものほど強い衝撃を受け止めることができる。サスペンションフォークは 衝撃吸収剤とその過度な動きを封じるダンパーから成り立っている。衝撃吸収剤には以下の種類があるが、ダンパーは主にオイルダンパーが使われる。リーフ式サスペンション全く主流ではないが、この原理はラウフトレイルレーサーが使用している。しかし、ここで使われる素材は鉄ではなく CFRP とガラス繊維で作られている。フレームへの固定方法には2種類ある。 スレッド式は、ステアリングコラムに、ネジが切ってあり、これとヘッドパーツの上ワン部分とつながって固定される。2000年頃までは、ロードバイクに使われたが、現在では、主流は口実のアヘッド式となっている。現在は、軽快車、実用車など、比較的安価な自転車、そして、ランドナー、スポルティーフなど、回顧主義的な自転車に使われる。ただ、 アルプス方式の和光ができる、ステムの高さの調整範囲が広い、手持ちのフレームがスレッド式である、等の理由でスレッド式を使用するユーザーもいる。また、競輪ではスレッド式が規定となっている。欠点としては、ベアリング玉あたりの調整にやや手間がかかること、重量がかさばること、コラムへの固定力が弱いことなどが挙げられる。アヘッド式は、ステアリングコラムを、 ヘッドパーツ上へ突出させて直接ステムで固定するというもの。上下の軸受けの内輪をクラウンとステムで挟む形になる。したがってステムを緩めるとベアリングの玉あたりも緩む。単純で整備性が良く、また軽量なのが特徴。現在大手メーカーから販売されている完成品競技用自転車の多くがこの方法を採用している。ここ近年ヘッドパーツを フレームのヘッドチューブ内にオフセットしたり、時空系を直接フレーム内に置いてヘッドパーツを省略したインテグラルヘッドと呼ばれるかつては超高級車にだけ用いられたヘッド方式も一般的に普及してきている。また、アヘッド式のサスペンションフォークのうちヘッドチューブをハサミ浄化に2つのクラウンを持つ固定方法を持つものをダブルクラウンフォークと呼ぶ。トラベル量の多いサスペンションに 多く主にダウンヒルバイクに使われる。オートバイでは一般的。必然的にクラウンとレックの固定はボルト止めである。上部クラウンにステムが直付けされるものもある。ありがとうございます。